トゥーランド Vlog の時間です。はい、削除覚悟の世界情勢深掘りシリーズ。今回は迫り来る台湾有事と中国の脅威、そして日本人の未来について徹底深掘りしていきます。ということで本日はですね、はい、以前お話ししてね、もう各方面から様々な波紋を読んだ台湾有事の動画から続く、うん、中国の脅威に関する動画でございます。おー、なるほどね。ねえ、台湾有事の動画は、まあ、現在100万回以上再生されておりましてですね、うん、もうたくさんのご意見いただいたわけですよ。うん、本当ありがとうございます。いや、ありがとうございます。そしてそのコメントの中で、うん、ね、アメリカのことばっかり話して中国の脅威について話してないのはフェアじゃないやんかっていうね、はい、まあ、ご意見もあったわけですよ。まあそうや ね, ね, ね。そもそもの動画の趣旨としては、台湾有事に関する日本の報道がね、中国の脅威を伝えるものがほとんどやったから、うん、まあ、あえてそこは掘り下げずに、まあ、動画を作ったんですけれども、トゥーランドビルグというチャンネル単体で見たら、うん、まあ、偏ってるように見えても仕方ないかもなと思ったので、はい、まあ、今回の動画を気合を入れてね、作ったわけでございます。はい、まあ大事やね。いや、でもね、こういう動画出すの結構ね、勇気いるんすよ。まあ結構ね、こうセンシティブな部分、ね、ほんまにセンシティブ出して思った。お産は中国よりは中国よりとかめっちゃ言われたし、はいはいはい、なんか左翼だみたいななんでやねんみたいな、それは行き過ぎやなまあでもほんまにこの受け取り方っていうのが、はい、もうこっからもあこからもこういう話はね、すごかったもん、ね。まあ、だからこの日本でしにくくなってんやろな。ああ、こういう話、こういう話が、ね、特にね、もうとにかく切り取られまくるから、はいはいはい、だからそっちの人なのにあっちの人なのねとか、あ、信じてるのに裏切られたとかなんでそこまで行くのみたいな、知らん知らん、議論しようよって思うねん。そうよね。それでライブ配信でも来てくれて、はい、話とかできたらいいやんと思うけども、はい、私はもう見るのやめますみたいな。ああ、あったね。いや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 そういうのもあったね。おらんく、こういうやつがおらんくなったら、おらんくなったらなんか違うと思うよと思うんやけど、誰も何も言わんみたいな。ちなみにね、サム自身はどちらか片方だけが悪いと思ってませんし、うん、それを伝えたいわけでも一切ございませんと。違いますと。あくまでどちらの言い分も聞きましょうと、うん、で、正しく情報を知った上で自分の頭で考えて行動していけたらいいなと、まあそう思ってるだけなんですね。ただ、まあ、戦争は絶対的に反対派です。うん、これだけ言うときますと。それは間違いない。そう、まあ、そんな感じで今回は、まあ、台湾有事という問題を軸に置きつつ、中国という国はどんな感じなのということを考えていきたいと思います。はい。実は日本の政治の中でも新たな国家安全保障戦略を考える上で、うん、中国という国を脅威と位置づけるかどうかっていうのが、ほうほう、一つの論点となってるんですよ。あ、そうなんや。そう。なので今回の動画を通してね、みんなで考えてきたらいいなと思うんですけれども、うん、2022年4月のニュースでは、うん、自由民主党が近年の中国の軍事動向について、うん、重大な脅威であると。うん、いう発表してるんですよ。そうなん。そう。日本の政府はちょっと前から中国の動きやばいよやばいよってことを、うんうん、まあ、強調してるんですよ。でその理由としては、うん、まあ、近年における台湾周辺でのね、うんうん、強圧的な軍事姿勢とか、うんうん、まあ、尖閣諸島周辺にね、強行突破的にこう海洋進出を行ってることが、はいはいはい、もうこの脅威という表現につながってるんですよ。うん、あ、あるね、確かに。そう、よく聞くよね、そういう話を。よく聞く。この時に自民党は中国の他にも北朝鮮、ロシアロシアに関する日本の近隣諸国の脅威についても発表してるんですけれども、うん、それがどういう理由でね、うん、どういう経緯で脅威と言われてるのかっていうのが、うん、マスメディアではその細かくね、うん、報道されてないっていう事実があるんですよ。確かにあんまよく分かれへんの。そう。ということで、うん、今回は中国を含めどういう部分が日本の近隣諸国ね、脅威と言われているのか、うん、まあ、しっかりめに説明していきたいと思います。はい。日本を取り囲む近隣諸国の脅威とは。さて、動画の冒頭で自民党が中国のことを重大な脅威として明言したっていうことをね、うん、お伝えしてきたんですけれども、他にもね、日本は中国を含む近隣諸国、例えばロシア、北朝鮮あたりの国ね、うんうん、このあたりの国のことも脅威だと、うんうん、まあ、言ってるわけですよ。はい。こういったね、軍事準備を進めてる国への軍事的な対策として、うん、自民党は防衛費のこう GDP 対国内総生産比 2% への引き上げを、まあ、求めてるんですよ。ほうほう、 2% の引き上げ、GDP のうちの 2% を防衛費に使いたいですと、うんうんうん、言うてはるわけですよ。おお、結構でかそうやね。でかい。で、ちなみに防衛省の出しているデータによると、日本の軍事費というのは平成24年からもぐん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 ね、ずっと増額し続けてるんですよ。上がってんねん。上がってんねん。まあ、こんな感じですわ。おお、めっ
ちゃやね。めっちゃ上がってるんですよ。ほう。ではなぜ日本政府はそんなに防衛費を上げ続けているのか、うん、まあ、気になりますよね。うん。実はその詳しい内容については防衛省自衛隊が出した防衛白書という資料の中で、うん、まあ、書かれてるんですよね。この防衛白書の観光に寄せてという項目の中に、うん、観光にあたっての世界情勢とか日本の状況なんかが書かれてるんですけれども、うん、その中で岸信夫防衛大臣は現在を国際社会は今戦後最大の試練の時であると述べてるんですよ。試練の時、結構すごいピンチやぞと、ほうほう、大変な時やぞってこと書いてるんですよ。でウクライナとロシアの問題にも触れた文書なんですけども、要約したらね、うん、今の世界情勢は国際社会の平和と繁栄を支えてきた国際秩序の根幹を揺るがすような事態で、断じて許容することはできないと、あららららら、日本の防衛白書の中に書かれてるんですよ。うわー、やばそうやね。でロシアウクライナ問題については、うん、トゥーランド Vlog でも動画にしているのでぜひチェックお願いしたいんですけれども、うん、このロシア視点の動画の中で日本は、うん、第二次世界大戦以降3つに分かれた世界の中でアメリカ、イギリス、NATO 加盟国、韓国といった国々が名を連ねる西側という派閥に所属しているよと、うん、いう話をしてきましたよね、はい、なんで地理的に見たら東側の西側やねみたいな説明もしてるんですけど、うん、まあ、その動画の中でこの物事の裏側、これイコール陰謀論だと考えると、うん、世の中のことは何も分からなくなってしまうのではないかという思いをお伝えしました、はい。まあ、歴史で見ていくと戦争の始まるきっかけとか戦争始まるまでの流れとか、うん、戦争中のいろんな出来事っていうのは、うん、もうそんな表のニュースの通りに動いてないからね。そうやね、これ歴史が証明してるから、うん、もう裏側陰謀だらけやから、すっごいこといろいろ起こってるもん、ね、これ見るやつが陰謀論って言い出したら何もわからんよと。みんな正直もんでもう全部ほんまのこと言って戦争してると思ってんのみたいな、うん、どういう言葉なんこの陰謀論ってと思うねんけど。いやそうやね。そんな西側メディアの報道がメインで流れてる日本ではね、まあ、西側に所属してるからね、うん、東側のニュースはほとんど流れてこない、流れてこないとね。この西側メディアでは今回問題提起している中国という国をどう報道しているのでしょうかっていう話ですよ。うんうんうん。実はね、先ほどお伝えした防衛白書の中でも、うん、中国について言及されてるんです。おお。その中ではインド太平洋地域は競争の中心にあり、既存の秩序は深刻な挑戦にさらされており、特に中国は東シナ海や南シナ海において力による一方的な現状変更を続けており、うん、さらにロシアとの連携を深化させている、うんうん、深めていると、うん、で日本周辺で両国の艦艇や航空機による共同飛行も行っており、お台湾をめぐってはその統一に武力行使も辞さない構えを見せているので、うん、まあ、緊張が高まってるよと。あ、ね、この防衛省の、ね、本では書かれてるんですよ。なるほどね。日本の防衛省は中国に関して もうめちゃくちゃな危機感を持ってるということがね、伺えますよね、うん、そんな風にして防衛省から危険視される中国という国は一体どんな国なのか、うん、ざっくりとね、歴史に触れつつ見ていきましょう。はい。現在の世界情勢につながる中国の歴史、めちゃくちゃ遡るんですけど、うん、中国の歴史の中では秦の始皇帝が秦という国を創設して以来、中国の大陸内でも内戦がしばらく続いたんですよ。なので秦国の国家戦略は周りからの侵入をどうやって防ぐのかっていうのが、まあ、要やったわけですね、うんうん。まあ、こんな感じで周りの周辺の土地をどんどん侵略し国土を増やしていったのが秦という国なんですよ、うんうん。キングダムとかね、有名ですけど漫画の。あ、そうやね。そう、こんな感じで大陸内部での争い、内政を繰り返している国を地政学の分野では大陸国家、うん、イコールランドパワーと呼ぶんですね。おー、ランドパワー。そう、このランドパワーっていうのは大陸に根ざしていて、うんうん、地上をベースにいろいろ商売をしたり軍事力を発揮してきたという歴史的な理由から、うん、まあ、三国志をはじめ中国の歴史にはね、海のことがほとんど出てこないんですよ。あー、なるほどね。大陸、大陸パワーやからね。はいはいはい。しかしこのランドパワーが劇的に変化するきっかけとなったのが、うん、1840年から2年間続いた、うん、アヘン戦争なんですよ。へー。19世紀、産業革命の影響もあり、イギリスがね、オランダ、スペイン、フランスなどね、欧州諸国たちと競い合い、うん、もうアジア各地のね、ほとんどを植民地にしちゃったんですよ。はいはいはい。ね、これ、えぐい話やけどね。ここからね、その頃の中国にスポット当てていきますね。はいはい。そんな欧州諸国間での領土獲得争いの中、うん、イギリスは広大な土地を持つ中国大陸に目をつけて、うん、支配したろうと、うん、まあ、企み始めたんですね、うんうん。イギリスはまずね、目をつけた中国大陸、当時の秦を相手に、うん、インドで製造したアヘン、うん、麻薬ですよ。はいはいはい。この麻薬を輸出して、もうめちゃくちゃ儲けてたんですよ。でもそもそもこの秦という国は、アヘン販売を禁止していました。はいはいはい。で、アヘンの麻
蔓延に対してその全面禁輸を断行し、イギリス商人の保有するアヘンを没収処分したため、うん、反発してイギリス人との間で勃発したのがアヘン戦争なんですね。なるほどね。まあ、禁止してるアヘンをねもう持ってくんな言うてぶち入れて戦争ってなんやねんと思う。もう売りたいねん言うて。そう、これがね歴史とかで習う表向きの理由なんですけども、うん、実はこれ、イギリス東インド会社の仕業だったと言われています。あ、そうなん。そう、当時ね銀の流出というのは国家が貧しくなることを意味してたんですけれども、うん、イギリスはねアメリカ独立革命における敗北によって、まあ、銀不足だったんですよ。何が何でも銀を回収したろうと試みたイギリスは、うん、植民地のインドを巻き込んで間接的に清からね銀を取り返すっていう、そういう方法を思いつくんですね。はい。イギリスはインドにアヘンという麻薬の一種を栽培させ、うん、清に密かに出荷して巨額の富を得るという作戦に出たわけですよ。うん。でたちまち清の人々はアヘン中毒になり、今度はそれを買うために大量の銀がね、こう清からインドに流れ込むようになった。アヘン欲しさにね。そう、だから銀でアヘンを買わせてたと。はいはい、はい、そう、麻薬中毒にしてね、枯渇させて買わすっていやなかなかえぐい作戦ね。なかなかえぐいね。人道的にどうやねんと。うん。そしてイギリスは植民地インドに大量の綿織物を買わせて、うん、銀を回収したというからくりになってたんですよ。なるほどね。そうね、戦争はお金儲けのために行われると言いますけども、うん、このアヘン戦争なんかねもう丸出しというか。丸出しやな、ね、だいたい裏側で水面下で行われてるけど、うん、もうこれ丸出しのいい例でございますね。はい。でアヘン戦争が終結した年の1842年に、まあ、勝利したイギリスは清に南京条約っていうのを結ばせるんですよ、うんうんうん、でこの条約は、まあ、清国にとってはもうかなりね不利益な不平等条約やったんですけども、それでもイギリスは思ったよりね貿易でこう利益を得ることができなかったんですよ。あ、そうなん。まだまだ儲けてと、まだまだ金くれと、うんうんうん、そこでイギリスはもう一度清にね、うん、戦争を吹っかけることにしたんですね、で1856年の10月ですよ、広州の港に停泊していたイギリス船籍を名乗るアロー号という船が、うん、清国の官兵から取り締まりを受けるんですよ。うん、なんか怪しいなと、うん、しっかり調べさせてもらうよと、うん、調査された結果、うんうん、アロー号にはイギリス人ではなく清の人々が乗ってたんですよ、うんうんうん、要はイギリスが買って貿易に有利やから、うん、清の人がイギリス人のふりをして、うん、こう貿易をしようとしてたんじゃないかみたいな、そういう疑惑がかけられるんですよ。はいはいはい。これって万別清の中の出来事やんか、うん、でそれを知ったイギリスがね、うん、何と、うん、イギリスのふりをした、うん、中国人がいただと。あ、まあ、これでなんか怒るのはなんかわかる気するけど、うんうんうん、そこじゃなくて、うん、そいつらを逮捕するためにね、うん、清の官兵の人たちが、うん、船にこう掲げられていたイギリス国旗をね、うん、ガンって引きずり下ろしたと。あ、そこにブチ切れたんですよ。ああ、なるほどね。これはイギリスに対する侮辱行為やんかと。はいはいはい。はい、戦争やって言って、あ、戦争始まった。早っ。これマジで言いがかりやん。言いがかりやん。でこうして始まったのがアロー戦争なんですよ。ちょっとひどいというか雑すぎる口実やけど、あ、ね、実際にはよイギリスの国旗すら掲げられてなかったとも言われてるんですよ。いや、ひどいなそれは。だからね、こう戦争のきっかけっていうのは余裕で捏造されたりするんですよね。あ、なるほどね。でその結果清国は香港をイギリスに奪われ、うん、ついでその対岸にある九龍半島もイギリスの植民地として譲り渡されたんですよ。うわ、このような歴史的背景が、うん、中国の負の歴史として刻み込まれ、うん、で海洋から攻め込んでくる勢力を強く敵対するようになったと、まあ、言われてるんですね。そんなことあったらね。そう、こうした中国のランドパワーに対して海を渡って領土を獲得してきたシーパワーの国々、うん、例えばアメリカとか、うん、イギリス、日本との関係を頭に置いておいてくださいね、うんうん、というわけでランドパワーの中国が海洋に目を向け始めたのは19世紀後半であり、はい、本格的に進出を決めたのは1948年に中華人民共和国が成立してからのことになるんですね、うん、なるほど。そんな歴史の中ですよ、例えばユーラシア大陸の東の端っこに位置する中国とかロシアが、俺らも内戦ばっかしてる場合やないと、うん、周辺国を獲得するだけじゃなくて太平洋とかインド洋に進出しようと思ったとしますよねと、うんうん、ちょっとこの地図見てください。はい。これ中国視点ですね。ああ、そうね、真ん中が中国。
で海外進出をガンって行こうとしたら、うん、まあ、日本ってめっちゃ邪魔なのよ。あーまあそうね、沖縄台湾これ見て、あの目の前にね塞ぐようにあると。はいはいはい。そして日本には米軍基地が多数存在している。あーね、中国側が海洋覇権を獲得しに行こうとした場合ね、うんうん、最初の障害となるのが日本列島ですよ、うん、なるほど。台湾、フィリピンとね、そこに駐留する在日アメリカ軍になるというわけなんですよ。そこが一番邪魔なんね。中国側の主張に立てば、で尖閣諸島もね、うん、戦争の時に日本に奪われたものであり、うん、第二次世界大戦で敗戦国となった日本は尖閣諸島が中国のものであることを認めて、うん、中国に返すべきであると、うん、いうのが中国側の主張なんですよ。はいはいはい。この尖閣諸島に関して中国サイドが唱える海洋覇権に密接に関係してくるのが、うん、シーレーンっていうね、うん、海上交通路なんです。あーシーレーンね。そう、あ知ってる？なんか聞いたことは聞いたことある、うん、実はこのシーレーンをめぐって日本や近隣諸国の間で何度も何度も問題が起こってきたんですよ、うんうんうん、でかなり重要なポイントなので、ここからはこのシーレーンについてお話していきたいと思います。はい。日本のシーレーン問題、尖閣諸島の危機、着々と準備を進めるアメリカ。シーレーンっていうのは船舶が航行する際に通る海上交通路のことを指すんですけれども、うん、はい、海上交通ルートの中でも、うん、国家として特に重要視される航路をシーレーンっていうんですよ。主に国際的な商取引とか物流において海上交通は非常に重要な役割を果たしており、うん、その中心的なルートがシーレーンとなってるんですね。なるほど。例えばマラッカ海峡やシンガポール海峡、ペルシャ湾、南シナ海などが代表的なシーレーンとなります。でこのシーレーンでは貿易関係などの船舶も密集しており、うん、国際法とか安全保障上の懸念事項も多く存在してるんですよ。まあこれトラブルが起こりやすい。はいはいはい。台湾海峡は日本が利用している重要なシーレーンの一部になるんですけれども、うん、台湾有事が始まってもうたら、うん、そのねシーレーンが一瞬にして封鎖されてしまうんですよ。あーはいはい。アジアとの貿易は基本的にこの海路を使って行われているから、うん、日本どころか、うん、アジアも大打撃。そうね、大パニックになっちゃうわけですよ。そうね。さらに日本と中国の間には昔からね、うん、尖閣諸島に関するバチバチがありましたよね、うん、で先ほどもお伝えした通り、中国っていうのは1970年代から、うん、尖閣諸島の主権を主張してるんですよ。意外と最近なんですね。最近やね。実はこの尖閣諸島っていうのは1970年代から埼玉県さいたま市在住の、うん、とある人物、うん、個人が所有権を持ってたんですよ。そうなんでも中国がこうバンバン挑発してくるから、うん、2012年に日本政府はその個人が所有していた尖閣諸島を20億5000万円で購入していて、うん、で国有化したんですよ。はいはいはい。でこれに対して中国サイドは猛反発して、うん、もう大規模な抗議デモなんかが行われたわけです、うん、そして中国海警局の船舶が尖閣諸島周辺の海域に入り込むようになり、それ以来ね中国が日本領海への侵入とか、うん、海洋警備戦の派遣などを繰り返すといった、まあ、挑発ですよね。そうね、要は入ってくるというか、そう緊張状態が続いているんですよ。はいはいはい。で2015年に、うん、いよいよ中国の海洋監視船という、 もう軍事船ですよ、うんうん、この軍事船が尖閣諸島周辺のボーダーラインを越えて侵入し、あら日本の領海に入ろうと試みたため、うん、日本が警告して、うんうん、中国が撤退するまでのやり取りが行われたんですよ。こいつら舐めてんなと、もう入ってくんなと。そう2018年と2020年にも中国が尖閣諸島周辺の領海に航行する軍艦を派遣し、うん、これに対して抗議するとともに、うんうん、自衛隊の護衛艦が対応するっていう、おそういう事態にまで発展してるんですよ。大ごとやね。結構徐々にエスカレートしていってるんですよね、うん、まあ、尖閣諸島についてはかなり複雑な問題が絡み合ってるんですけども、うん、まあ、先ほどもお伝えした通り中国側の主張は尖閣諸島は日本に奪われたものなので、うんうん、中国に返すべきだと、はいはいはい、いうものですね、うん、でそこには、まあ、シーレーンとか海洋覇権の問題が絡み合っていると。まあこれを手に入れた方が中国はもう戦いやすいよと、うんうんうん、いうふうに捉えることもできる、はいはい、尖閣諸島は中国のもんだっていう言い分、うんうん、その根拠を、ね、ざっくり
説明すると、うん、まあ、中国の多くの古文献、まあ、古い地図には尖閣諸島の記述があると、うん、で中国が日本より先にこれらの島々を発見していると。そして尖閣諸島は地理的地質的に台湾と連なっており、うん、台湾が中国の領土であるため尖閣諸島も中国領土だよという理屈みたいなんですね。なるほどね、まあ、そもそも台湾が中国の領土というのもまあ違うんですけど。違うよね、まあ、詳しくはこちらの動画でお話していますけども、はい、まあ、中国はそのように言うている。言うていると。しかしその中国サイドの主張に対してね、日本政府は国際法にのっとり、うん、どの国の支配も及んでいない、ね、無人島であることを慎重に確認した上で、うん、1895年に日本の領土にしていると。まあそうやね、はい、そして第二次世界大戦後サンフランシスコ平和条約で米国の施政権下に置かれ、うん、1972年の沖縄返還協定で、うん、まあ、日本に返還されたことになってるんですよ。あ、そうなんね、尖閣諸島はね、うんうん、だから国際法にのっとった上で、うん、まあ、尖閣諸島は日本の領土だよと、はいはいはい、はい、まあ、主張しているというわけなんですよ。なるほどね。そう、なんだか複雑ですけども、お互いの主張はこうすれ違ってると。はいはいはい。話をちょっと前に戻しますね、うん、先ほどね中国側から日本を見た場合の逆さ地図についてお話してきましたね、うん、はいはい。実はねこの地図にあるフィリピンにもアメリカ軍の基地が存在してるんですよ。ほうほうほう。しかもフィリピン政府は今年の4月上旬にアメリカとフィリピン2国間での防衛協力強化協定に基づき、うん、アメリカ軍がね、うん、フィリピン国内で使用できる4カ所の新たな拠点について公表し、うん、合わせてね9カ所に拡大することを決定してるんですよ。その拠点はいずれも台湾海峡に近いルソン島北部か、うん、中国が海洋進出を強める南シナ海に面した場所となるので、あ、もう中国への抑止力を高めるために作られたことはもう明らかなんですよ。明らかやね。そう、その追加される4拠点には海軍、陸軍の基地も当然置かれるし、民間の空港も入ってるんですね。で残る1カ所は中国が海洋進出を強める南シナ海に面した西部パラワン州の最南端の離島にある施設となってるんです。ほう。もう逆さ地図を見てほしいんですけども、うん、中国から見たら、うん、日本、沖縄、台湾、フィリピン全部に、あ、米軍基地みたいなのがあるんですよ。うわー、もう囲まれてる感じというかね。でもアメリカは全然傷つかへんけど、うん、ここに要は戦わすみたいな、はい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 、配置やん、これ完全に。完全にそうやね、うん、しかもアメリカ軍はね、うん、台湾への増軍も決定してるからね。いやー、そっか、もう戦う気満々やん。俺らの土地で囲んでるやん完全にね、うん、でアメリカ軍が台湾軍の訓練を支援するために派遣してる部隊の規模を去年の4倍以上に拡大することを今年の2月によ、うわ、アメリカの有力紙であるウォールストリートジャーナルが報じてるんですよ。やば、4倍よ。しかもこれはただの増軍というわけじゃなくて、うん、台湾軍にアメリカの武器のシステムだけでなく、うん、中国の潜在的な攻撃に備えた軍事行動について訓練することが目的だと報じてるんですよ。えぐない。アメリカっていうのは、うん、国際的には何のつながりもないね、うん、台湾に軍を送って、うん、軍事的に訓練しているっていう、うん、もうわけがわからん、わけわからん異常事態になってるんですよ。ちょっと情報がすごい、どういうことってなってきてるけど、うん、ちゃんと整理していきますからね。はい。また太平洋海兵隊のうち海兵隊機動展開部隊を配置しているのは、うん、アメリカ本土と日本だけであり、太平洋艦隊の中で西太平洋とインド洋を担当する第7艦隊の中心となる空母打撃群は、うん、横須賀を母港としてるんですよ。さらに今年の3月には航空自衛隊の戦闘機とアメリカ空軍の爆撃機のね共同戦術訓練が日本海の上空で行われています。また海上でも海上自衛隊とアメリカ海軍のイージス艦がね、うん、共同戦術訓練を行っており、ミサイルが発射された時にね情報を共有する手順などを確認したみたいな、そういうこともしてるんですよ。結構いろいろしてるんやね。でこのタイミングでの軍事費の大幅増加です。ね、着々と西側というかアメリカ軍もね戦争の準備をしてるように見えますよねと。台湾有事という戦争を前提に置くとね、アメリカはなんで国際法的にはね国内の問題と言える台湾と中国の戦争にここまで首を突っ込みたがるのかと、こだわるのかと、こだわりすぎやでいうお話をしてきましたけどもね、もうフィリピンまで巻き込んでね、うん、こういうニュースを見るとアメリカ軍はアメリカ軍で着実にこう準備、うん、戦争の準備を進めてるように聞こえてしまいますよねと。はい。ではね、アメリカサイドの強めの動きに対して中国の動きはどうなっているのでしょうか。うん、台湾有事に向けた中国の動向、
習近平総書記は2022年に行われた中国共産党の大きな会議の中で、台湾統一の方針について決して武力行使の放棄を約束しない、必要なあらゆる措置を取る選択肢を持ち続けると、強調してるんですよ、はい、つまり武力を行使する場合も全然あるでと、語ってるんですよ。ありますよと中国のトップがね、はい、そしてその発表の際になぜか台湾問題にひたすら突っ込んでいってる、アメリカのバイデン政権や、台湾の蔡英文政権に威嚇とも取れるね、発言を残してるんです。あら、台湾問題は中国自身のことであり、中国人が自分たちで決めなくてはならない、祖国の完全な統一は必ず実現しなくてはならず、また必ず実現できる、平和統一の見通しを得るために最大限の努力をすると、語ってるんですよ。あくまで平和統一のためということを主張してますけども、習近平総書記のね、最大限の努力っていう、この部分何、どんな努力みたいな、怖いね、不気味さを感じますよねと。というのもですね、習近平総書記は昨今ね、中国国内で毛沢東や鄧小平と並ぶぐらいの指導者として扱われており、毛沢東の旧居などを見学した際にはね、この習近平総書記は先輩が残した伝統と行いを受け継ぎ、党は社会主義事業の中核であり続けると、強調してるんですよ、はい。習近平自身も彼らに並び立つ存在として強く意識してるよっていう、そういう雰囲気なんですよ、はい。でこの毛沢東とか鄧小平がどういう指導者やったかっていうのはたくさん本とか情報も出てるので、興味ある方は検索してみてください、はい。そんな毛沢東や鄧小平の影を思わせる習近平率いる中国なわけですけども、台湾統一の目的を成し遂げたいという思いからなのか、めちゃくちゃなこのね、匂わせ行動をしていると、もうすぐ戦争しますせみたいな、台湾手に入れますせみたいな、そういうことをしてるんじゃないかっていう意見もあるんですよ。まず前提として、中国は台湾を中国の一部だとみなしており、台湾の独立を認めてませんと、はい。まあ、おかしな話だけどね、そもそも台湾の方が先に中国やったから、どうやな、なんやこれみたいな話だけどどういうことってね。しかし台湾は中国の一部という歴史的な事実もなければ、国際法的にも認められてないんですよ、でもこういうことを言ってる、はい。そんな情勢の中、2022年、中国ではね、3隻目の空母が完成してるんです。中国が作った第3の空母は、アメリカ軍の空母に次ぐ満載排水量8万トンを超える大きさで、世界的に見てもめちゃくちゃ最先端の性能を持ってるんですね。そして中国政府はこの新しい国産空母の艦名を福建と命名したんですね、はいはい。もともとは違う名前やったみたいなんですけども、急遽変更してまで付けられたこの名前には、名付けたね、習近平の思惑が見え隠れしてるんですよ。そうなん？実は福建という名前の由来である福建省は、台湾から最も近い対岸に位置する中国大陸の省で、地理的には台湾と福建省だけで台湾海峡を形成しているという場所なんですよ、はいはい。台湾市民の中にもね、祖先をたどればこの福建省に行き着くという人も多くて、台湾企業もかなり進出してるんですよ、で台湾友情意識しすぎやろという理由から、福建という名前を軍事戦につけるとか、そういうのありえない言えないだろうと言われてたにもかかわらず、あえてこのタイミングで福建という名前を付けた、習近平総書記の行動には、もう台湾統一に向けての並々ならぬ意思というか、やったるでっていう決意みたいなのを感じますよね。感じるね、そういうふうにも言われてます、はい。台湾有事の足音が聞こえる中で、日本人はどのような選択を取るべきか。そういったね、近隣諸国の情勢の中、我々が住む日本という国はどういう現状なのか少しお話したいと思います、はい。現在ね、日本の国家予算の内訳は、国防費については過去最大の6兆8000億円となってます、一方中国もね、毎年軍事費の増大を続けており、2023年に公表された国防予算案では前年比 7.2% 増の1兆5537億元、日本円で言うとね、30兆5542億円という、過去最大規模となってるんですよ。えぐない、過去最大に軍事費を引き上げた日本の予算のさらに数倍という、数倍上、とんでもない数字なんですね。うわ、今までお話してきたように、最近の中国や習近平の動きを踏まえると、中国サイドが軍事費をどんどん上げてきているという状況下で、日本が中国に対する牽制を行うためには、軍事費を大幅に増やす必要があるよと、
いう意見もありますけども、はい、まあ、具体的にどれぐらい軍事費を増やせば安心なのかって話ですよ。まあそうよね。コメントでもすごい多かったんですよ、うんうん、軍事費増やせみたいな。あー、あったね。ひとえに軍事費を増やすと言っても、日本は憲法第9条により、うん、戦争放棄し武力の行使を国際紛争解決手段として決して行わないという立場を取ってるので、うん、軍事費増額にはもう慎重な姿勢を示してきたわけですけども、うん、この数年はね、その流れが変わりつつあると、はいはい、いうことなんですよ、うん、これちょっとね、このタイミングで軍事費を増やす理由をね、考えていきたいと思います。はい。まずこのタイミングで政府が定めた 2% の GDP を超えて軍事費を、ね、さらに大幅に増やした場合、うん、中国に対する牽制もしくは台湾有事が起こった場合に戦争を有利に進めることができるんじゃないかという考え方があります、うんうん、はい。しかしね、先ほども言った通り、日本政府が史上最高に引き上げた軍事費は6兆8000億円でしたよね、うん、それに対して中国は30兆円もね、軍事費を投入しているわけですよ。これはもう一体どれくらい軍事費を引き上げれば、うん、まあ、抑止力になるのかって話ですよね。そうやね、単純計算5倍近くの軍事費がね、投入されてるわけですから、まあ、日本カツカツの中で6兆8000億ですから、そうやね、むしろここからね、変に上げ続けて極端な軍事費引き上げ合戦が始まりそうな気もするし、お互いの国同士で、まあ、挑発をし合う流れっていうのはいい結果生むのかなと思うし、少なくとも国民に負担はかかるし、ますます戦争に向かっていきそうな流れですよね、と。そうやね。でもまあこういう考え方もある。2つ目の理由として、自衛隊の装備の老朽化に対応するため、まあ、軍事費を増やすという考え方もあります。現在ね、自衛隊の装備は古くなってると言われており、うん、はい、まあ、現代の戦争に対応するためには装備の更新とか増強が必要だと言われてるんですね、うん、そもそも必要な物資も全然足りてないみたいな話もあるんですけど、うんうん、この自衛隊の装備の老朽化を改善するためには数兆円単位の予算が必要だと言われてます、はいはい、で具体的には2018年に政府がまとめた防衛計画の大綱では5年間で約27兆円の予算が必要だとされています、はい、この予算の中には戦闘機やヘリコプター艦船などの新規調達や既存装備の更新、回収、通信、情報システムの強化、うん、まあ、人材育成などが含まれてます、はい、ただしこの予算がね、どの程度実現できるかっていうのは、うん、政治的な意思とか財政状況にも左右されるため、うん、確定的な金額は出せないっていうのが、うん、まあ、現状なんですね、うん、簡単に言うたら自衛隊装備の老朽化を改善するだけで、うん、年間6兆円の軍事費の5倍くらいのお金が必要になると、うん、ね、そんなにかかるのって感じやけども、うん、もしこれがリアルだとしたらね、そもそも中国牽制どころの話じゃないよね。そうやね。そもそもベースがもう低すぎるやん。全然足りてへんと。そう。で、このタイミングで、まあ、日本の軍事費を上げる理由って他にありますかねと思うんですけども、うん、皆さんのご意見などありましたらコメント欄にいただきたいです。はい。さて、今回の台湾有事の流れというのは、よくよく考えると、不思議なことだらけなんですよ。そもそも、中国と台湾が争うとしても、アメリカが戦争に介入する必然性は皆無です。アメリカが国連の加盟国でもない、台湾に武器を渡しているのも不思議やし、軍事行動に関することで、アメリカが台湾を訓練しているというのもおかしな話ですよね。しかも、世界屈指のシンクタンクとして知られる、米国戦略国際問題研究所、通称 CSIS と呼ばれるね、機関が出したシミュレーションの中では、うん、どのパターンを見ても日本は台湾有事に巻き込まれています。この辺の話もこちらの動画で詳しくご説明してるんですけども、状況的にはアメリカはお金儲けがしたい、はい、プラス中国を失速させたいから戦争化したい、うん、中国からすると前々から台湾は狙っている、もし台湾が取れたら次の展開も狙えるぞ、みたいな感じなんですよね、はい、まあ、そんな中でなぜ日本が巻き込まれるかというと、うん、まあ、CSIS のレポートにも載ってるんですけども、うん、まず中国が台湾を攻撃するだろう、うん、まあ、そうするとすぐにアメリカ軍が出動します、はい、で地理的に一番近いのが日本の米軍基地やから、うん、米軍基地から軍事作戦が開始される、うん、で米軍に攻撃された中国は日本にある米軍基地に反撃します、うんうん、で攻撃された日本も強制的に駆り出されて戦争に参戦、はい、まあ、こういう流れが想定されてるからなんですね、つまり台湾と中国の戦いになぜかアメリカが介入した結果、うん、日本が主戦場になるという一番のね、そう、謎の流れが予測されてるんですよ。ここでね、日本って戦争できるのじゃなかったっけと、うん、考える方もいるかと思いますけども、自分とこの国が攻撃されてなくてもアメリカが攻撃されたら強制的に戦争に参加しなければならないという、集団的自衛権の行使などを容認する、認めますっていう閣議決定が、はい、
2014年に行われているんですよ。うーん、もちろん国民の反対権はもう古虫で、はい、まあ、強行されてしまった閣議決定なんですね。なるほどね。この流れもめちゃくちゃおかしいんですよね。うーん、戦争に参加するよみたいなことがしれっとこう決まっちゃう、しれっと国民関係なく。そう、ちなみに日本とアメリカの間には、うん、お互いこういう法律や制度があればええんちゃうのという意見をまとめた文書、年次改革要望書っていうのがあるんですね。はいはい。この年次改革要望書という仕組みができてから、うん、アメリカから日本への要望を通したことは何回もあるんですけど、うん、日本からアメリカへの要望が通ったことは1回もないんですね。1回もない、1回もない。書かせてるだけ、まあ、調べてもらったらどれくらいアメリカの要望で日本の法律が変わってきたか分かるかと思いますが、郵政民営化なんかもその一つです。ああ、そうなんや。そう、この日本とアメリカの関係性を考えると、2014年の集団的自衛権の行使の容認や軍事費の大幅増加なんかもアメリカの指示なんじゃないかなみたいな風にも思えてくる。まあ怪しんでまうよね。一個一個のタイミングが台湾有事に向けてパチパチとはめられていってるかのようなね、流れですからねと、はい、じゃあね、日本はこれからどうしたらいいのって話ですけども、うん、まあ、めちゃくちゃ極端な話をすると、うん、一つは台湾と中国が戦争した時、うん、日本の軍事力をムキムキに強化しまくって、うんうん、戦争に参加するぜと、はいはい、いうパターンがありますよね、はい、そのためには日本国民にどれだけの負担がかかったとしても軍事費をさらに何倍にも引き上げて台湾と中国の戦争に巻き込まれて日本の国土がなぜか主戦場になったとしても、うん、絶対に戦い抜くぜと、うーん、で勝ってやるぜみたいな、まあ、そういうパターンですね、はい、これは台湾が奪われたら日本のシーレーンも終わる、そうなったら次は日本が狙われる、うん、それなら台湾有事のタイミングで台湾と一緒に戦って、うん、中国をこのタイミングで叩き潰した方が、うんうん、得策なんじゃないかっていう考え方なんですよ。なるほどね。日本人にもこの考えの方結構いると、まあ、コメント欄でもこの考えの人結構いました。やれる前にやるっていうね、やっちゃえと、そういうスタンスの人がまあ一定数いると、はい、これが正解なのか不正解なのかはさておき、うん、もう一つ考えられるのが、うん、戦争しないというパターンですよね、うん、もちろんほとんどの人にとってこの選択が理想だと思います、うん、まあ、当然僕もそうですと、はい、まあ、台湾有事の動画でもお話ししましたけども CSIS のシミュレーションの中に、うん、唯一アメリカが敗北するっていうパターンがありましたよね。あったね、一個だけ。それは日本がアメリカと一緒に戦うよっていう約束を破って、うん、中立を保つというものでしたよね、はい、つまりアメリカ的には台湾有事は日本が参戦しないと負けるから絶対に参加してねという内容だったわけですよ、うん、しかしね、日本が台湾有事に関して中立という立場を宣言することによって自動的に戦争に参戦する必要がなくなるのかというと、うん、まあ、そういうわけにはいかない。そういうわけにはいかない。先ほども言った通り、日本はアメリカとの関係上、アメリカが攻撃された場合には、日本も防衛のために戦わなければならないという取り決めがすでにされています、うん。で、日本は国際法上、中立国として中立を宣言することはできるんですけども、アメリカとの関係性を考えると、戦わざるを得ないという状況であること。また、中立を宣言したとしても戦争が近づくにつれて、まあ、中立を維持することは困難になる場合も考えられるわけですよ。まあそうやね、まあ、例えばね、戦争が激化して日本の領土や領海にまで被害が及んだ場合、まあ、日本は自衛のために軍事行動を取る必要がありますからね、うんうんうん、日本は中立を宣言したとしても、まあ、最新の注意を払って対応しなければならないということはね、一目瞭然ですよね、うんうん、アメリカから絶縁されて報復されるレベルで、うん、ボコボコに怒られる可能性もめちゃくちゃ高いわけですよ。まあそうやね、まあ、なかなか難易度は高そうですけども、日本が中立を維持するためにはそもそも戦争を起こさない、うんうん、そのための積極的な外交努力を行う必要があり、うん、まあ、当事国となる中国や台湾との外交関係を構築し両者との信頼関係を築くことが必要になると。そうやね。でも西側諸国が睨んでるから、ここの関係を天秤にかけながら外交関係を構築していくことを考えると、まあ、凄まじい外交スキルがね、必要になりそうですよね。まあそうやね。この辺の話はほとんど理想論ですと、うんうん、西側諸国とのバランスを考えながら台湾との経済的交流を深めね、信頼関係を構築していくみたいな話よね、うん、はいはい、はい、まあ、理想論ですけども、ここを諦めちゃダメなんじゃないかと、うんうん、2023年の3月28日に、うん、世界的に著名な坂本龍一さんが亡くなりましたけども、うん、彼はね、アメリカに長く住む一方で中国の歴史と文化を愛し、実際の行動で両国の友好交流に貢献したと言われてるんですね。まあ、これはあくまで中国の外交官による発言なので、うん、何かしらの政治的意図があるのではという意見もありますけども、はい、坂本龍一さん自身も戦争は外交の失敗です、うん、
もし攻められたらというより先に攻められないようにするのが外交の力です。それをせず攻めてくるかもしれないからという理由で軍備増強にお金を使うなど本末転倒ですと、はい、まあ、語ってるんですよね。なるほどね、まあ、確かにその通りかもと思わされるメッセージですよね。うん、言うて日本の貿易相手国の中で中国が一番やったりするし、うん、台湾とか中国からの訪日外国人旅行者はめちゃめちゃ多いわけやんかと。そうやね、だから日本の観光業にとって中国っていうのは、まあ、超重要な市場ともなってるわけですよ。そうやね、仲良くできたらそれに越したことはないと。うん、2018年に行われた日中韓首脳会談において日本と中国は日中関係の改善に向けた協力を確認するっていう、うんうん、まあ、共同声明を発表してるし、はい、安全保障面での協力をより行っていけば同じアジアという地域に属する国家同士、うん、まあ、海洋安全問題とかねテロ対策など共通の課題にも取り組むことができるかもしれませんやんかと、うんうん、外交面をねより強化していけばですよ、もう悲しい未来を防げる可能性っていうのはゼロではないはずなんですよ。いやそうよね、そう平和的にね、もう日本のなんか政治が戦争しないでおこうっていう方向に、まあ、全力を出して外交に取り組んでくれたらいいけど、うん、ちょっとやっぱ誰かしらの言うことを聞いてるような動きに見えるからどうやらねなかなかそこに行きそうな気配はないけれども、うん、そこを僕たちが諦めたらもう試合終了ですやんかと。そうやね、まあ、戦争スタートですやんかと、うん、まあ、今回の動画ではね特に結論はないですと、はい、でも一人一人が調べて考え意見を持っていくことが大切なのではないかという、うんうん、まあ、問題提起をするだけの内容になっております。なるほど、まあ、次回の動画でねもうちょっとお話してるんですけども、うん、まあ、それぞれが考えたり議論する上でね、うん、ベースなる情報を共有しただけだと思ってほしいんですよね。まあ大事やね、まあ、答えない話やから。そうやね、で僕らもこの話がまたなんか偏ってるとか、うん、あっちからどっちからって言われるかもしれへんけど、うんうん、でも言ってかんとそれぞれが。そうやね、もう話さんとこそれ恐れて、うん、批判を恐れて、まあ、僕もちゃんとコメント見てるから、うんうん、偏ってるなと思う部分とか表現やったなと思ったら調整するし、うんうん、まあ、今回見た動画もね出させていただくんですけど、はい、もうそこを日本人全員が恐れてしまったら、うん、え、どうなんのって、どうしようもなくなっていくもんね、まあ、僕も完璧じゃないから、うん、それはちょっと違う意見とかうんってなるような表現の仕方もあるかもしれないけど、うんうん、本質的には別にどっち側でもないし、そうやね、戦争よく嫌じゃんっていうそのためにどうできるっていう話だし、はいはいはい、でこの情報っていうものがいろんな形でこの戦争に向けられるっていうね、そのプロパガンダみたいな過去の歴史がめちゃくちゃあるから、そこに左右されずにちょっとずつでもいいからフラットにこう情報を取っていこうよっていう、そういうことですからね。いやめちゃくちゃ大事よね。明日の動画でもねこういう内容ですよ。うわーすごいな、しんどいのよこういう動画出すのよ。いやーすごい、ね、出すのはね、出すのはね、でもまあまあ何も諦めてないですからね僕。まあまあ実際この歴史的なものも追っかけてきて、で実際起こってることもねこう並べて、そう、ね、実際どういう行動が僕たちにはできるんだっていうところまでね、うんうん、明日の動画でお話してますの で、はい、で中国という国についてお話しつつ、うん、世界からの視点でお届けしていきたいと思います。はい、まあ、国と国だけじゃなくて、まあ、世界的な経済の視点から見ることで、うん、また別の見方がねできてくるはずですからね。あ、なるほど。そう、今回もぜひねご意見や感想などコメント欄で議論したり聞かせていただけると幸いでございます。はい、台湾有事の動画でもお伝えしましたけども、うん、みんなが考えてみんなで動けば、うん、多分ハッピーな未来作れると思うんですよ。いやほんと平和的に ね、 ね、だからということでね本日はここまででございます。はい、興味深かったらグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。はい、ね、万が一ねこのチャンネルが消された時のために、うん、概要欄にね僕らの SNS が記載してありますので、はい、ぜひフォローお願いしたいです。お願いします。またいち早く僕たちのニュースを配信しているトゥルー&ブレイブ公式 LINE も概要欄から登録できますので、はい、ぜひチェックお願いいたします。お願いします。まさきが大暴れ大放送してるねもう一つの YouTube チャンネル、はい、トゥーランドクエスト、うん、トラクエも大好評配信中でございます。はい、お願いします。で、そして YouTube で話せない裏側を話してるニコニコチャンネルプラスも概要欄にございます。はい、ライブ配信の切り抜きを知ってくれてる、うん、トゥーランドの小部屋とかね、はい、僕が最近出した本古事記転生なんかもね、うん、その情報なんかもこう概要欄にございます。はい、いろいろやっております。そう、この古事記転生を勘違いされるんですけど、うん、あの考察本ではないんです。はい、小説なんですね。ちゃんとねストーリーになっておりまして、ストーリーなんですねで、これちょっと勘違いして、はい、考察本やと思ったのにとかレビュー1とかつけないでくださいね。ダメですよそれは。ということで、トゥーランドブレイブがいろんなことにチャレンジしておりますので、はい、ぜひ見逃さないようチェックお願いいたします。お願いします。それでは本日はこの辺でございます。はい、またね、バイバイ、バイバイ。